2016年5月26日、津訪問によると、天津市の地下鉄での外国人女性の思わぬ行動が、中国人たちを唖然とさせた。目撃した人によると、25日午後9時ごろ、同市の地下鉄2号線の車内で、20代くらいの金髪の外国人女性が、手すりを使ってポールダンスを始めた。乗客らはあっけに取られたものの、携帯電話を取り出して撮影する人も少なくなかった。女性は、およそ20分間ダンスをし、途中駅で降りていったという。天津地下鉄の担当者は、他の乗客や本人も怪我をする可能性があるので望ましくないが、こうした行為を禁止する規定はない。コスプレなど、おかしな格好をして、他の乗客を驚かせたりすれば、禁止規定に該当するとしている。これについて、中国のネットユーザーからは、芸術的。地下鉄の設備を壊さなきゃ OK だ。カップルが地下鉄でイチャイチャするのは良くないが、こういう楽しめるものなら歓迎する。私も見たかった。手すりが壊れたらどうするんだ。地下鉄での芸術活動は禁止されてたのでは？外国人だったら何をやっても許されるの？禁止する規定はないって、これがもし中国人なら、警察がとっくに調査を始めてるだろう。などのコメントが寄せられている。